こんばんは。ああ、いらっしゃいませ。何かお探しですか？ええ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人の件を調査しています。いくつか質問があります。私の息子は死にました、シェルビーさん。何も言うことはありません。犯人はまた誘拐しました。10歳の少年、息子さんと同じです。4日以内に何とかしなければ、荒れ地で彼の死体を見つける羽目になる。私の息子の時は助けなどなかった。さあ、どうかお引き取りください。あなたの情報が他の子供を救うかもしれないですよ。私は自分の息子の命すら救えなかったんですよ。そんな奴が他人の命をどうして救えましょうか。喘息の薬はあります。ちょうど切らしてて、せっかく来たのに何も収穫がないままなの。奥の右側の棚です。ありがとう。いらっしゃいませ。何かお探しのものがおありですか？レジの金をよこせ。おかしな真似はするなよ。レジを開けろってんだ。カウンターに金を置け。くっそ、聞こえないのか。さっさとレジを開けやがれ。いいえ、あなたにこの金を盗む権利はない。私が一生懸命稼いだ金だ。渡せません。なんだと、イカれてんじゃねえか。分かんねえのか。俺の言う通りにしなきゃ機体の真ん中をぶち抜くって言ってんだ。あなたに渡すわけにはいかない。私のものです。手遅れになる前に店から出て行きなさい。クソ、このクソジジイ、レジを開けろ。さもないとぶっ殺すぞ。いいえ、それはできません。殺すぞ、俺は本気だ。本当にお前の頭をぶち抜くぞ。くせ、くせ、くせ、鍵がかかってる。三つ数える。その間にレジを開けなければ必ずお前の脳みそを吹っ飛ばしてやる。1。レジにはほとんど何も入ってません。はした金のためにこんな。2。こんなことをするもんじゃない。こんなことを。3。畜生、畜生。レザーを殺した男の目を死ぬ前に見てやりたかった。それが心残りだ。虚しい怒りばかり強すぎて。